どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。X、Instagram、TikTok と活動の幅を広げておりまして、概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、作家であるイーサン・ペタスが執筆して、2017年に発売された際に、その強烈な描写が大きな話題になり、ジュラシックパークとロストワールドを執筆したマイケル・クライトンを偲んで、ジュラシックパークシリーズへのオマージュがいくつも登場する恐竜サバイバルホラー小説を実写映画化したプリミティブ・ウォーに関してちょっと話したいと思います。連日大ちゃんの映画部屋と隠れ家のご視聴ありがとうございます。ジュラシックワールド最新作ジュラシックワールドリバースの情報がついに解禁されまして、恐竜映画ブームがまた訪れそうな気配ですね。現代に恐竜が出現するという映画作品は複数存在しており、皆さんも鑑賞している作品が多いと思います。大抵は B 級映画で低予算のものが多く、あまり満足のできる作品ではないのではないでしょうか。そんな方におすすめの新作映画が現在ポストプロダクション中なんですよ。それが今回ご紹介する小説原作映画であるプリミティブ・ウォーなんです。2017年に発売されたイーサン・ペタスによる小説プリミティブ・ウォーは、戦争と恐竜が融合した異色のサバイバルスリラーで、独自の世界観と迫力のあるアクションシーンで大きな話題になりました。本作はベトナム戦争の最中に起きた未曽有の出来事を描き、特殊部隊の隊員たちがベトナムの戦場で恐竜たちに遭遇して死闘を繰り広げるという、想像するだけで心躍る設定となっております。物語は米軍の特殊部隊バルチャースクワットがベトナムのジャングルの奥深くにある謎の多く残る土地であるバルチャーバレーに派遣されるところから始まります。彼らのミッションは、行方不明となったグリーンベレーの部隊の捜索と謎の科学施設の調査です。しかし、ジャングルの奥深くで彼らが出会ったのは、古代の恐竜たちという予測不能な敵でした。このこれまで登場しそうで登場してこなかった奇抜な設定が、サバイバルホラーとしての緊張感をぐっと高めてくれています。プリミティブ・ウォーの最大の魅力は、綿密に描かれた恐竜たちの存在感です。物語に登場する恐竜は単なる背景や脅威としての存在ではなく、生物学的にリアルに描かれています。そしてティラノサウルスやトリケラトプスといった定番の恐竜だけでなく、ディノニクス、ヒプシロポドン、ハプロスクス、ミクロラプトル、ケツアルコアトルス、スティギモロク、ユタラプトルなど様々な種類の恐竜が登場し、それぞれの行動様式や生態が丁寧に描写されています。恐竜たちはジャングルの中で生き残るために進化した捕食者であり、彼らが人間に襲いかかるシーンは息を呑むほどの緊迫感とリアリティに満ちています。さらに本作のもう一つの大きな要素は、戦争の悲劇と兵士たちの心理描写です。今作は単なるアクションスリラーにとどまらず、戦争によって引き起こされるトラウマや恐怖や葛藤も描いています。主人公のライアン・ベーカー隊員や彼の部隊のメンバーたちは、恐竜という未知の脅威と戦いながらも、自身の過去の戦争経験や個人的なトラウマに立ち向かわなければならないんですよね。統合失調症や薬物依存症といったキャラクターたちの持っている内面的な戦いが物語に深みを与えていて、これにより読んでいるこちら側は単なる戦闘のスリルだけではなく、キャラクターたちの感情的な成長や葛藤にも共感することができるようになっています。プリミティブ・ウォーを執筆したイーサン・ペタスの作家性は非常にビジュアル的であり、読んでいるこちらはあたかも映画の一場面を見ているかのように錯覚します。恐竜との遭遇シーンや戦闘シーンはスピード感と臨場感があり、まるで自分がその場にいるかのような感覚にさせられます。
特にジャングルの描写や恐竜の動きがリアルに描かれていることから、その場に恐竜が存在するという危機感を中のキャラクターと共有することができるんですよね。総じてプリミティブウォーは戦争と恐竜という異なる要素を巧みに融合させたエンターテインメント性の高い作品であり、戦争の混乱と恐竜たちの脅威に直面する兵士たちのサバイバルを追体験しながら終始手に汗握る展開を楽しむことができる作品になっていまして、恐竜ファンやサバイバルホラーが好きな方には特におすすめの小説になっています。そのリアルな恐竜の描写と戦争の悲劇を描いたストーリーが見事に融合し、読んでいると強烈な印象を受ける今作なんですが、とうとうオーストラリアで映画化されたんですよね。冒頭で触れたように今作はジュラシックパークにオマージュを捧げた作品になっており、 R 指定版ジュラシックパークとも呼ばれています。そんな過激な恐竜映画を映像化したのはルーク・スパーク監督、オーストラリアを拠点に活動されている映画監督であり、日本ではまだ未公開のモンスターパニックであるデビル・ビニース、現在ディズニープラスのドラマシリーズのボバフェットでボバを演じているティム・エラ・モリソン主演で、現在 U-NEXT で配信されている SF アクションシリーズオキュペーションなどを手掛けていることで知られています。キャスト陣はバトルスター・ギャラクティカのトリシア・エルファー、トゥルー・ブラッドのライアン・クワンテン、アントラージュのジェレミー・ビベン、ロズウェルのニック・ウェクスラー、乾きと偽りのジェレミー・リンゼン・テイラー、インディ・ジョーンズと運命のダイヤルのアンソニー・イングルーバーなど、若手からドラマ俳優まで主にオーストラリアで活躍されている方が出演されています。今作は2025年に公開予定で、すでに撮影は完了しており、そろそろプロモーションが動き出す時期でして、先日劇中スチールがいくつか複数の米国エンタメメディアで発表されました。それが今背景に流しているものなんですが、まだ恐竜のビジュアルは解禁されていないんですよね。でも装備の感じからして潤沢な予算が投入されているのがわかりますよね。ジュラシックワールドリバースが公開されるタイミングで登場する今作は果たしてどんな出来栄えになっているのか非常に気になるところです。来年公開でまだトレーラー解禁の情報も来ていないのですが、個人的に期待している今作は大ちゃんの映画部屋でしっかりと追っていこうと思います。また情報が解禁されたら動画にしますね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。